もともと活躍してるひな壇の練習を世代交代してほしいっていう趣旨になってひな壇指示待ってくれよ。おい、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 こなそうとすんな。起き上がる、起き上がる、起き上がる。おはようございます。この間の、100人企画でお疲れ様でした。あれで怪我してない？大丈夫？ちょっと怪我してる。ちょっと手首と足が折れちゃった。今日は、俺と、富澤大地で一日ね、奉仕的なことをやるんだけど、まあ、俺たちのことが途中死ぬほど憎く腹が立つこともあるだろうけど、本戦に出るための合宿だから。俺たちにもし歯向かったり、言うことを聞けないようなやつはもう帰ってもらう。この中から何人かが、まあ、チャンスを得られることになると思うんですけど、まあ、全員に与えられてるわけではないので、もうこの合宿の2日間だけは強さでも何でも自分なりのアピールをしていただければと思います。趣旨として、今回君たちには、生き残ってもらって、もともと活躍しているひな壇の連中を世代交代してほしいという趣旨があって、でそういう連中と、やってもらって、負けた方はもうブレイキングダウン引退、そういうのをかけてやるって話だから、そいつらと本当に種張れるような状況まで引き上げなきゃいけないのと、今ここにいる7人、から明日の合宿終わる段階で2人か3人は脱落者が出ます。全員が全員、オーディションに行って、向かい合えるわけじゃなくて、だから、この一泊二日も生き残りかけて、ね、その脱落者に自分が入らないように気合入れてやってください。はい、はい、はい、まずね、君たちのこと全然この間の100人企画でのスパーでしか知らないから、一泊二日って本当短い期間なんだけど、改めて、フィジカルと実力を見たいなと思う。ちょっとそういうトレーニング。スパーリングすればいいんですよね。え？スパーリングやればいいんだよね。俺らの指示待っとけよ。俺らの指示待っとけっつってんだよ。おい、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 はい、行きましょう。板につきましょう。板につきましょう。板につきましょう。一回やめろ、一回、いい、いい。進まねえだろ、早くしろや、バカ野郎。お前ら強くするためだから、はい、突っ張んなら噛まねえけど、はい、今じゃねえんだろ、はい、合宿行けるタイプじゃねえだろ、はい、突っ張るのはお前ら勝手だけどさ、今じゃねえだろ、突っ張んの、はい、お前らのために来てんだから、怪我とかしたら出れないよ。いや、スクワットジャップ30本ぐらいからやろうか。はい、下まで落として、ちゃんと数えていくから。はい、せーの、はじめ。よし、よし、よし、三、四、五。いや、変えたいでしょ。10代鑑別3回入って、夜の世界行って、こき使われて、殴りたい時我慢して、汗水垂らして、で同じような奴らが輝いてる舞台、応募しない奴が誰がいんのって話で、あと30代が結構活躍してるじゃないですか。ここらで中堅いかないとって感じですね。20秒ごとにメニュー変えていきます。おっす。を2分間、まあ、しっかりやりきりましょう。で、まあ一番最初、じゃあもも上げから20秒やって、で僕が、20秒経つ前に次のメニュー指定するんで、それに合わせてどんどんメニューを変えて20秒間全力で動いていきましょう。では最初、もも上げから20秒いきます。じゃあお願いします、はい、よーい、スタート。はい、そう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 、はい、じゃあバービー、
はい、遅い遅い遅い、上げてスピードスピードスピード、はい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 、ジャンプ、はい、トッキン飛んで、高く高く、あ、飛んでねえぞ、お前、はい、やる気出せよ、どうした、はいはい、やる気出ろ、はい、上に行くぞ、はい、じゃあ最後、腕立て、ジャンプ、あ、上げて、どうした、いいの、やんなくていいの、やら、誰かわかんない、やるから、はい、頑張らんねえよ、それじゃあ、いいの、ライフ終わり、いいの、うわはい、あ、名前わかんないわ、みんな同じように見えちゃって全然わからん、まだ誰も評価に値しねえわ、そんなんじゃそんな場合意味あんのかよ、あんのやる気のようなんだね、全然お前口の周りに気もついてきてないよ、つまんないつまんないよ、そんなやる気ないんじゃ、これからだよ、名前わかんないみんなまだ、覚えさせて、その人の名前一人ずつもう一回ちょっと自己紹介だけいいですか、はい、48番松本たつき、群馬県館林から来ました、うん、俺は絶対にバンタム級、じゃ誰にも負けないし世代交代絶対させるんで、今日の練習食らいついてくんでよろしくお願いします、バンタムって言ったら最近俺だよ、待ってます、お前じゃ全然ダメだよ、そんなんじゃ絶対いつか倒すんで、名前何、松本です、松本、はい、名前覚えられるようにちょっと頑張って、あと3秒したら忘れてるわお前名前、千葉から来た須藤大輝、よろしくです、何、千葉から来た須藤大輝だ、何、千葉から来た須藤大輝だ、須藤、須藤だ、ああ、それ最初からそう言ってこいよお前、全然足りねえ、榊真紀夫です、年は27、面白いです頑張ります、静岡県浜松市から来た原田と、わかんないわかんないお前、静岡県浜松市から来た原田と、原田と帰っていいっすか俺も、群馬県高崎市から来た安野京です、ああ、こっちは全然気合入ってるわ、よし、わかんない、名前覚えらんない、はい、やる気ないんだったらもう帰っていいよ、やる気あります、頑張ります、楽しみにしてるわ、頑張ります、おっす、次千葉から来た江口京です、江口、はい、まあ、不良には負けられないんで、はい、お願いします、じゃあ気持ち見せて、はい、大阪から来ました大輔です、よろしくお願いします、はい、やっていきました、だからさっきちょっと気持ち追いついてなかったんで、はい、もうちょっと見せてほしいです、はい、わかりました、はい、今名前覚えたのは大輔さんと榊さんと安藤さんぐらいかな、はい、あとの人分かんねえわ、気持ち強そう、雰囲気のパンチ重いな、自分10代の頃もうやんちゃしてて、まあ、暴走族地元でみんなで作ってやんちゃしたんですけど、その時がやっぱり不良がやっぱ一番かっこいいなって突っ走ってた時期があって、ここ最近まあライジンとかやっぱブレイキングダウンとかそういうコンテンツ、まあそういう格闘技が流行りだした時に、まあ三倉さんの試合とかその見た時にまあなんか感動しちゃったんですよね、試合見て、で俺もちょっと格闘技頑張りたいなと思って、自分の親父もそうですし、まあ母親とかにも戦ってる姿勝って喜ばせたいっていうのがやっぱ大きいですね、周りのやっぱ仲間とか試合見に来た時に、あ、よかったわってやっぱ言ってもらえることがやっぱり金で買えないじゃないですか、そういうのって、じゃあスパーリングやるんで、名前をさっき覚えた3人とりあえず安藤さんと榊さんと大輔さん、はいはい、はい、こんな見合っていいよ、来ないとダメじゃん、つまんないな、お前戦い、どうした、さんは危ない距離を分かってるから、その距離に踏み込めないところがちょっと出てるんで、ブレイキングダウンはその距離に踏み込まないとちょっと面白くならないと思うんで、
そこを合宿で修正できたらもうちょっと戦えるのかっていう感じですね。よっしゃ、だってお前だけじゃ大変だから。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。やっぱり自分人生変えにこれ来てるから、だからこう呼ばれるってことは絶対チャンスやから、それに参加せえへんっていう選択肢はないと思ってるから、出たことによって知名度も上がるしってなってきたら、できること絶対変わってくるから、知名度がついた後のこと考えてましたね。俺はまともな生活、まともな仕事とかそのしてきてないから、これをきっかけに収益になるようなお金に変わるようなこと、だからこれを仕事に何かつなげないと、今仕事何してんのって言われた時に嘘をついて、いやこんなんしてんねんっていう嘘をつかなあかんから、その度になんかこう自分の中でってなるから、だからちゃんと人に言えるような収入を得れるようになりたいなと思ってきてるんですよ。人に言えるような収入を得た時に自分は、あ、人生変わったなって思うかな。あとやってない人やりましょう。印象が弱いと多分それ全部相手が強いから、その相手有利になっちゃう、見せ方に。自分にとって人生最後のチャンスみたいなもんですから、そんだけでいけチャンスだと思って、覚悟持ってここまで来て、そんな前回のダメージ残ってて、もうここで終わりって、そんな無理じゃないですか。タイミングいいな。俺だって覚悟持ってここ来てんすよ。こんな目の前であいつらが戦ってるとこなんか見たら、自分だってそれやりてえに決まってるじゃないですか。こんなとこに座ってたくねえんすよ。もちろんこれ人生変えるチャンスだって誰だって思ってここにやってきてると思うんすけど、25年間チンピラみてえな路上で戦うことしか知らねえで、そんなただのゴロつきだったっすけど、ここだったら拳だけで自分の価値証明できるじゃないですか。そんなこんなもう二度と来ねえぐらいのチャンスをようやく運と実力で掴んだのに、こんなのっけから終わりなんて、そんな自分が許せないです。こんなんじゃ男としてダセえじゃないですか。さんはすごい気持ちも良かったし、強いですね。なんであとは打ち合いの距離で戦うときに頭ずらしてあげた方がいいですね。一発入ったときにちょっとグラッてなったじゃないですか。あれが頭をずらしてれば倒れないで済むんですけど、あれをずらしてないから打ち合いのときに揺れちゃう。ちゃんとずらして殴るっていうのを覚えてあげていいですね。まあ目立ったのはでもやっぱ江口さんが目立ったんじゃないかな。スパーは名前覚えたんで、江口さん。よかったと思います。お前ら、助けしに来たんだ、喧嘩しに来たんだ、お前ら。おい、記憶が飛んでる。飛んだっすか。ちょっと受診した方がいいっすね。
スパーリングは一番良かった。本当にスパーリング一番良かったと思うので。ああ、その記憶欲しかったっす、はい。全部消えたっす。まあ、今ダメージ抜くのを優先した方がいいです。はい。でもだんだん今負けないし。ああ。ファイトスタイルは一番いいと思う。ミクロさんお疲れ様です。お疲れ様です。あれまた夢中になってるのそれは。健康です。毎日やってますよ。これね、やってて思ったんですけど、なんかゲームを進めたら得点がもらえるとかあると、もっとなんか視聴者の皆さんとかもモチベーション上がると思うんですよ。確かにそれめちゃくちゃいいですね、はい。どういう得点が欲しいとかあります？なんか YouTuber とかよく Amazon ギフトとかプレゼントしてるじゃないですか、はい。そういうのをプレゼントとかできたらいいんじゃないですか。確かに。電話もインストールするしかないです。僕からはね、こういう提案をしていくんで、皆さんもぜひやりましょう。とりあえず2人が今病院行っちゃってて、現段階でもこの5人になっちゃったから、はい、でこの5人からさらに1人2人絞るってなると、もう本当にこっから気合入れてやらないと。とりあえずこの砂浜ではいくつかの、トレーニングをやってもらいます。初っ端やってもらうのは10キロ入っているリュックを背中に背負ってもらって、あそこのこの木がこんなのがいっぱいちょろちょろって出てる、あれが追い返しね。まずこのリュック背負って、5往復できる。はい、はい、で、一番ビリだったやつは戻ってきたとこで、俺がこれでこういう風にやるから、このジャンプ10回、はい、はい、背負ったまんま。だからみんなビリになんないよ。はい、はい、じゃあ行くぞ。よーい、スタート。ここ回って回って最後、大勢さん1位守りましょう。1位守りましょう。全然違いますよ。1番と2番、2番じゃ全然違う。上げて佐賀君、上げて上げて上げて、追いかけて、いけ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 、はい。ビリ争いしてちゃダメよ。ビリ争いしてちゃ取れないよ、そんなんじゃ。席もうどうした、頑張る、どちらくか。ほらほら、抜かせよ。あれ抜かさないと、いけよいけよ、すぐ消えるよ。おら、根性見せろ。ナイスナイスナイス、頑張ろう。頑張ります。一番取れ。安藤さんいける、安藤さんいける、いけるいける。はい、ナイスだ。大好き、よかった。ナイスだ、ナイスナイスナイス。ラストラストラスト。おい、スイだ。てめえそんなもんか、これビリでいいんか、お前。ほら、上げる、ラスト上げる。終わんな、ほら、ビリだからって終わんな。最後まで行け、上げろ上げろ、気持ち見せろ。ほら行け、最後まで行け。すぐ、まだ終わんな、ビリだったから。ジャンプしろ。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、もういけるか、後半。はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、よし、はい、まだ序盤、まだ序盤。やめやろ。まあそうですね、何回も捕まってて、最近も本当1年前とかには捕まって、まあ、その時にすごい母親が泣いてたんですよ。さすがに今回ばかりはもう見捨てられるのかなと思ってたんですけど、まあ、それでも見捨てずに、もうなんかいろいろ支えてくれて、本当にもうこのままじゃ自分ダメだなって、もう26だし、ちょっと真面目にやんないとと思って、
母親ももういい年だし、もうこれ母親死んじゃってからじゃ俺後悔するなと思って、でもまあ母親に親孝行したいっていうのがでかくて、まあ、喧嘩だったら負けない自信もあるし、まあ、気合はバッチリ入ってるし、でもそれでチャンス掴んで、まあ、親孝行できたらなと思って応募したっす。水分ちゃんと補給するように、はい、大輔さん1番いいっすね、はい、絶対1番取んないとダメっす、はい、ひな壇にいるやつらと席を交代してやってくんだったら、もう死に物狂いでやろうな。次もあるから気合見せろよ。原田さん、だったんですよ。一番目立ってないっすよ、はっきり言って。一番目立ってない。順位もわかんないし、はい、どっからアピールしないと、はい、取りたいんだったら。これちゃんと見る。まあ家庭を持ってるっていうのがそうですけど、でその家族を幸せにしたい、その気持ちは間違いなくあるし、自分の収入じゃやっぱ正直苦しい部分がたくさんあるし、だから自分の収入でどうにもならないっていうのがやっぱすっげえ情けないし、正直ブレイキングダウンっていうのは出たい人っていうのは世の中たくさんいると思うんで、やっぱ簡単に出れる舞台じゃねえし、やっぱそれなりにそのやらないと出れないところだから、ようやく掴めたチャンスなんで、ブレイキングダウン10のオーディションで一発花咲かせて、これからもっと家族を一番に考えてやっていきたいなと思ってます。次は安藤君以外4人を2人1組組んで、誰でもいい、安藤だけリュックで、この1組2組はおんぶした状態であそこまで1、向こうで交代でこっち戻ってくるっていうのを3往復分すればもう終わり。安藤は怪我している分、さっきのリュックで同じことを3往復で、いくよ、よーい、3。大輔さん、3連出ますよ。ここでも一番取らないと。70キロ背負ってるから、ね、原田、いいよ、ペース、いいですね、いいですね、原田、ペースいいよ、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 榊、根性出せ。榊さん、辛いとこ見せない、辛いとこ見せない。榊さんの目まくんないと、大輔さんが。原田、根性出せ、原田。ほら、見せろ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 。原田、落とすな。ほら、原田、頑張れ、原田、根性出せ。いけ、いけ、ラスト、ほら、最後まで、最後まで落とすな。ラスト、ラスト。ほら、ほら。気持ち出せ、気持ち出せ、いけ、いけ、ほら、いけ、ほら、はい、ナイス、ナイスファイト。水飲めよ、ちゃんと水。今一番気持ち見えましたよ、ナイス、ナイス。自分の人生でここまで本気出したことないってぐらいやれば絶対何かしら変わるからな。別に俺たちアスリートじゃねえから本当はこんなこと必要ないのかもしんねえけど、極限までっていうのも大事だから。楽勝だ、こんなもん。おれ、何回でもやったろよ、おれ、何回でもやったろよ、おれ、気合いしちゃねえ。めちゃくちゃ疲れますけど、やります。ちょっとやれることやります。喋れないタイプだね。もちろん喋れないけど、いいね、はい、ちゃんと目力があるし、はい、です。名前も何にもねえやつらがいきなり日向さんのやつらと当たるなんか、まあ普通じゃありえないから、そのチャンスが自分に来るってことはやっぱ他のやつらに絶対できないようなことやらないと。榊、大丈夫？大丈夫。お前一番威勢良かったんだから最後までそのケツちゃんとお前、はい、ちゃんとしろ、はい、ちょっと休んだら相撲、誰から行く？はい、で大輔と、はい、須藤、よし、行くよ、はっきょーい、ロータン、はい、ナイス。次の組、榊と原田、でこれ勝った方が次、大輔さん、はっきょーい、ロータン、じゃあ榊と大輔、そうっす、見合って、
あ、今日は残った。よし、ナイス、ね、大丈夫、大丈夫か、はい、すげえな、大輔。大輔さん、連戦できついですけど、あとやってない方と次やりましょう。大輔、いけるか。はい、まだいける。見合ってね。あ、今日はいい、乗った。はい、強いな。大輔さんが3戦全勝ですね、うん、めちゃめちゃいいです、うん、必死に食らいついてく根性的な部分もすごい、最初の状況より全然みんなのそういう、なんていうの、ハートフルな部分が見れて、すごい、この快感来てよかった。ちょっと回復したら最後ダッシュいける、みんな。最後ダッシュがあるよ、ダッシュ。はい、はい、最後だからな。あっち、あの、走り切りで、またみんなが向こう行ったら、またこっちで戻ってきてもらうよ。こっから、あっち一回止まって、みんなを待って。はい。これ最後なのね、はい、いくよ、いけいけいけ、いけ、はい、いけ、はい、いけ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 、坂木、坂木、坂木、いけ、はい、ナイス。そのまま楽しんでいいから、すがしてよ。じゃあ、まずはお疲れ様でした。本当に一番やっぱり見たかったのは気合とか根性とかの部分なんで、あの順位とか関係なく、まずは本当に皆さんのそういう気持ちの部分が全員見れたので、すごい良かったのかなと思います、まあ、まずは本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。風呂入って飯食おうか。はい、はい、せーの、いただきます。いただきます。何が一番辛かったけど、自分ボタンのリュックっすね。リュック、あ、自分もリュック、うん、あのトータルですね。トータルです。何ですか。最後のダッシュです。あ、やっぱ出し尽くしてましたもんね、うん、改めてひな壇でやりたいやつに明確な理由はある。ひな壇のやつらも多分人生かけてくると思うから、もし仮に当たったとして、黒石さんとやりたいでしょ。黒石さんやりたいですね。黒石さんとなんかやりたいのがあるんですか。まあ、男として熱いっすね。そこが俺はすごいやっぱりアウトサイダーの時から見てて、あ、熱い男だなってやっぱ感じた時に、じゃあ誰と拳合わせたいかって俺、まあ、言われたら、俺はあの熱い、まあ、黒石とやりたいなっていうのがやっぱり一番気持ちでいいかな。神優香もね、性格もまっすぐで熱いじゃん、はい、そういう思いでぶつかりに行けば、はい、結構耳貸してくれるかもしれない。マジで今日ひな壇座ってるの、マジどうしても日韓戦やりたくて。さあ殴り合った、投げ戦。佐藤君は関谷裕二郎で、近く100戦してる。自分一回も出てないんですけど、一番美味しいなと、一番やる気が上がるっすね。試合で全然輝いてないじゃん。別に喋りも面白くねえし、関谷はひな壇にいらねえかなと。どっちやるんですけど、に見えて、しがみついてるように見えて、だって喧嘩売られてんのに、そのファイトマネー何倍やったらとかいう話、いやもうそんなんどうでもええからみたいな、喧嘩売られて帰れって。で、変われへんってことは、その負けるかもしれへんとかいろいろ考えた結果、いやもうその考えてる時点でその座にしがみついてるやんって、
って思ったから引きずり下ろしちゃおうかなと思って。いいですね、やっと。結構アグレッシブに出てますね。そうですね、前に出てきました。少しこの人は痛い、嫌いだ。ああそうなんだよ。あの実は遅れてこの合宿にどうしても来たいって言ってる前回ベスト4までやった子が、で俺はそれちょっと反対したの。なぜならばさっきの海岸とかのあのきついトレーニングをやってないのに今から明日の朝まで参加してっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思ってるんだけど、だからそれ説明して帰ってもらおうかなと思ったんだけど、みんな的にどう？俺は正直ないっすね。そうだよな、はい、自分もちょっと行かないです。違うよな、はい、違うと思います。なんで遅れたんですか？だって俺たちだって前日に連絡入ってドクターストップかなんかだったらしい。ドクターストップでしたっけ？その時の傷がなんか残ってて、まあ、それでも最初に病院に運ばれた2人は来てたもんね、ちゃんと、うん、今入り口まで来ちゃってるんで、うん、ちょっとお話、まあ、じゃあ話だけでも、はい、でちょっと行ってくる。すいません、お疲れ様です。すいません、失礼します。ドクターストップで受けた。一応今、手の怪我と鼻が折れてまして、うん、来週その鼻の手術があるんですけど、うん、おー、まい、おー、まい、うわー、いけ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 、おいや、はい、まあ、正直ドクターストップかかってるのは分かってるんですけど、うん、まあ、自分その一応前回のやつでベスト4行って、うん、あのせっかく自分の中でもまあ結果出せたなっていうのもあって、でもっと強くなりたくてこの合宿にぜひみんなと参加させていただきたいんですけど、まあ、正直今日もそのメンバーがきついトレーニング励んでる間は自分は正直まあトレーニング参加できなくて、まあ不甲斐ないというか悔しい思いなんですけど、まあ、でもそれでもあのまあ、今日は終わってしまいましたけど、明日なんとか自分のできること、トレーニングできること、よろしければやらせていただきたいなと思ってます。自分にも夢があってここに来たんで。今日早い時間に2人病院に運ばれたの、救急車で、はい、その頃はもうドクターストップっていうか前回のダメージを負った状態で記憶も飛び飛びになるような子とかもいたの。でもその頃は朝からいたよと、はい、でやむなく病院に運ばれちゃって一人は入院、一人は実家に帰るってなって、その時間からずっとやってる今日の5人はその後も本当に過酷なことをやったの。でそうなってくると一から頑張りますってやったところでどう考えても足並みは揃わないじゃん、今日やってたやつらとは。それで言うとお荷物みたいな感じでぶら下がるよりは自分で違う形でオーディションに来るとか、まあ、どれだけ皆さんが動いたか知らないですけど、この後もう盤面紙も抜きで全然外走るんで、自分この後少しでもみんなに肩並べられるんだったらいくらでも走るんで、走り込むんで、この後もしいさせていただけることができるなら、ちょっと全員呼んで、ここに全員に聞いていくわ。一回来い。一応そのこんな過酷なことやってきたやつらと足並み揃えさせるわけにいかないから、もう一般のオーディションに出るなりしてくれって言ったんだけど、どうしてもっていう気持ち聞いてほしいっていうから、一回お前らもみんな参加した上で話だけ聞こう。彼は何しに来てん？俺はトレーニングしに来た。家でやっとけ。なんで時間通り来なかった？病院行った。今日なんか必要あった？どの道スパーリングとかもできないでしょ、やっぱそこは医者の手術前だから。その時にやっぱり来てスパーすることもできないんだったら、お荷物みたいな状態で合宿にただ顔を出したっていうことにしかならないよ。本戦なんか夢のまた夢だし、ひな壇の卒業をかけた新旧交代マッチみたいなことにこの頃は挑むための合宿だから、オーディションでひな壇のやつら相手に喧嘩を売る精鋭たちを今作ってるんだ。だけど自分その中にもし仮に今日みんなが優しいこと言って入れたとして、その日もドクターストップですなんて、じゃあお前帰れよって初めからなっちゃう。そういうのも全部含めて実力というか、そういうのも全部持ってるか持ってないかも重要になってくるから。じゃあこの合宿には参加せずに自分でこの合宿よりももっときついトレーニングを積んで
イレブンで俺も覚えとくから。イレブンの時に顔合わせようぜ。またいいよ、泣くなよ。了解。ありがとうございます。まあでもさっきの彼みたいに、さっきの彼、そして早い段階で救急車乗って帰っちゃった二人、その頃だって団長の思いというか、もう死ぬほど同じようにみんなと今日過ごしたかっただろうし、その子らの思いまで背負ってたんだけどね。からそれ背負った状態で本当にひな壇のやつらを引きずり下ろして世代交代しないと、何のためにこんな辛いことやってるってなるから、ここまで来たらそいつらの思いも全部背負い込んで、ラスト1日本当に明日の締め切りでやってほしい。俺ら今日も夜のうちに帰っちゃうから一緒に過ごせないけど、また明日新たなコーチが2人来るから、そいつらと喧嘩しようが、そいつらの言うこと聞こうが何しようが、それはもう任せるから。ああ俺らは今日一日通して本当に熱い奴らで、最初は怠けだなと思ったりお前のこととか、だけど一日通して本当に触れ合えてよかったなと思ってるし、みんなの根性を目の前で見たし。大地君、そうですね、まあ、本当に今日一日見させていただいて、まあ、この中の誰かがもしかしたらひな壇の入れ替わりになるかもしれないし、もうひな壇交換するってことはもうその人たちは出れないわけなんで、それも込みであと1日のトレーニング頑張ってほしいですね。はい、お願いします。最後最後ラスト、負けてる負けてる、こなそうとすんな。受け方を受け方に受け方せー。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。会場チケットはアプリにて先行販売中。さらに購入者特典も充実。 VIP 席購入者の方は限定アフターパーティーに招待。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではアプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウン10は見学のほか